んこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は大切なお知らせがあります。2020年12月19日に僕の新しい教則本第3弾が、発売されます。動画でドラム一人遊び、ドラマーが夢中で叩きたくなる人気曲レシピということで、アルファノートさんからね、公式の YouTube からこれの宣伝動画を出したんですけど、その時はねまだ表紙だけだったんですよ。表紙だけだったんですが、無事完成しまして、今回は中身付きのね、解説動画というかお知らせ動画をさせていただきます。まあ、この教則もね、どんなことが魅力的かというと、今回のね教則本はねテーマが曲なんですよ。で、本当にねこうレッスンでよくやる曲、もうよく本当に生徒さんがやりたいなっていう、こう人気の曲ばかりを集めた20曲ということで、マリーゴールド、全力少年、恋、グレンゲーとか、小さな恋の歌、千本桜、完全感覚ドリーマー、紅、プリテンダーとか、ルパン三世のテーマ、チョコレートディスコ、めめしくて USA、丸の内スタディスティック、パプリカ白日とか、めちゃめちゃね、こう人気な、曲ばかりを集めた教則本となってます。この教則本で、目標となる曲を設定してもらって、それに必要な基本リズムとか、エクササイズとか、練習パッドフレーズ、パラディドル、アクセント練習とかをやっていただけたらなっていう本となってます。この本どういう作りになってるかというと、例えば、グレンゲがこうあるとしたら、グレンゲのね、ドラムがドーンと乗ってるんですよ。ドーンって乗ってて、で、僕の模範演奏と、ドラム譜入りカラオケ動画演奏っていうのがありまして、僕の模範演奏とは別に、その譜面がね、こう自動で矢印スクロールしてくれる、その動画がついてるんですよ。だから模範演奏と、この、カラオケ音源に合わせて叩いていただけるような、なんかそんな作りとなってます。で、このドーンって譜面書かれてあるんで、うわ、これは無理っすわ、先生、みたいな人もいると思うんですけど、まあ、例えばそのエクササイズの一番最初で、このグレンゲに使われている基礎リズムはこれですよ、とか。グレンゲに使われてる基礎フィルはこれですよとかっていうのを、それぞれ使われてるリズムパターン、使われてるフィルを掲載してます。楽譜がね、なんかどうしても読むのが苦手だっていう人もいると思うんで、口ドラムがついていたりとか、こう手順がついていたりとか、こうブロック図になってるんですよ。こう一拍に対して4分割してあって、この4分割の、ここを狙ってくださいみたいなね、なんかそんな感じのブロック図が書かれてあったりとかするので、譜面が読むのが苦手な人でもこのブロック図を参考にしていただけたら、読めるようになってくるんじゃないかなと思うんで、このリズムパターンフィルのところにはこのブロック図がついてます。で、よくね、こう家ではどんな練習したらいいんですかみたいな、こうドラムセットがない環境でどういう練習がしたらいいんですかみたいなことも、よくご相談をいただくんで、家でもできる練習パッドフレーズですね。グレンゲに向けての練習パッドフレーズみたいな感じで、なんかこんな感じで掲載をしています。リズムパターン、フィル、そしてエクササイズ、練習パッドフレーズ、そして、曲を、演奏できるようにするっていう、なんかそういう5ステップトレーニングということで、それを全部で20曲分掲載してるんですよ。めっちゃ大変でした、これ書くの。そうなんですよね。で、一応ね、これ譜面ドーンって書かれてあるんですよ。ドーンって書かれてあって、うわー、無理っすってなる人もいると思うんで、カラオケ音源がついてるんですよ。ドラムが入ってないマイナスワン音源がついてるので、基本的にはこの譜面通りに一字一句叩いてくださいねっていうことではなくて、動画でドラム一人遊びっていうタイトルの通り、曲に合わせてドラムを楽しんでほしいなっていう本なんですね。なんかね、実際にカラオケに行ってもなんか音程とかその歌詞間違えたりとかって全然気にせずに、ストレス発散のためにわーって歌ったりとかもするじゃないですか。なんかそんな感じで、ストレス発散のために、例えばこうドラム教則本ね、これ持ってスタジオに入って、でカラオケ音源に合わせて好きなように演奏してもらうだけでも、めちゃめちゃ活用できると思うんですね。で、この好きなように叩いている中で、この部分もうちょっとなんかちゃんとやりたいなって思った時に、その基本リズムパターンのページを開いたりとか、エクササイズのページを開いたりとか、なんかそんな感じで練習をしていってもらえたらいいと思うので、だから譜面をついてこう一からやっていくっていうよりかは、まずはカラオケ音源聞いてもらって、なんかそれに合わせて自由に叩いてもらったりとか、なんかそんな感じで楽しんでいただければなと思ってます。で、アドリブ演奏が苦手だっていう人もいると思うんで、このアドリブ演奏の項目も書いてます。で、そのアドリブ演奏の項目では、アドリブ演奏する時の、意識とかね、アドリブ演奏する時の頭の中ってこんな感じになってるのかなっていうことを、このページを使って書いてまして、そしてマイナスワン音源、そのカラオケ音源に合わせてアドリブ演奏するための、リズムパターン辞典とかね、フィル辞典とかね、なんかこのパターンを、使ってみると、自由に演奏できるんじゃないかなみたいな、これを並べ替えられると、自由に演奏できるんじゃないかなっていうご提案をさせていただいたりとか、で、一応このここに書いてある、この辞典に書かれてあるこのリズムパターンを試せるマイナスワン音源、カラオケ音源も2曲ついてるので、なんかそんな感じでもうね、もう遊んでください。これで
この今年の年末年始今年の年末年始はもうこれで遊んでください。スタジオに行ってこれ一冊持って行って、2時間このカラオケでねこう歌ってストレス発散するような感じで、これでねもう自由にドラム叩いてもらって、ストレス発散ぜひしてみてください。でこれねあの YouTube にもアップ可能なんですよ。もうこの教則本のために、まあ、ミュージシャンの方とかシンガーの方とか、アルファノートさん、社長とか、皆さんの力を合わせて曲を作ってもらってるんですよ。だから YouTube ではカバー動画として認定されるので YouTube にはアップ OK なんですね。なのでちょっと自信がついてきて、叩けるようになったらこの曲、このカラオケ音源を使って YouTube に叩いてみた動画みたいなのをアップしてね、それでご自身の成長に役立てていただけたらいいかなと思っております。はい、なので、そんな感じでこのドラマーが叩きたくなる人気曲レシピをご活用いただければなと思ってるんですね。で、まあちょっと話が長くなったんですけど、出版記念イベントをやろうと思ってるんですね、この本のね。でその日時が、2021年の1月30日の土曜日、この対面の、イベントなんですが、なんと YouTube 同時生配信でやろうと思ってます。そして参加費はなんと無料でやらせていただきます。で場所はですね、スタジオレンス、僕がいつもこの動画撮影してるね、僕がレッスンのこの京都校の1階にこのイベントスペースがあるんですが、このスタジオレンスの1階のイベントスペースで入場無料で行います。で YouTube 同時生配信もするのでぜひねご覧いただければと思います。時間が15時30分から受付開始して、4時からのスタートとなります。16時からのスタートとなるので、まあ、16時から配信開始となります。で一応持ち物がね、これを持ってきてもらいたいんですよ絶対にね。こう、ドラム教則本をの出版記念イベントなんでこれは必ず持ってきてもらいたいんですけど、 YouTube 同時生配信の人はこうこれを持ってない人も見れてしまうんですね。なんですけど、まあ、またこれ買おうかどうしようか迷ってる人もいると思うんですね。これどんな本かようわからへんし、みんなの反応を見てから買おうみたいな思ってる人もいると思うんですが、もしねあのよかったらそれ全然この出版記念イベントの動画見てもらって、でその出版記念イベントでは、これの本の、まあ、詳しい使い方とか、まあ、僕のデモンストレーションとか、まあ、いろいろさせていただいて、あこれこんな風に使うんやなみたいな、これ楽しそうやなって思っていただけて、買っていただけたりねしていただけたら嬉しいなと思ってるんで、まあ、ぜひお気軽にねちょっとこの出版記念イベント YouTube これどんなイベントしてんねやろみたいなね、こう家電製品のこのイベントをちょっと覗き見するような感じで、まあ、ぜひ見ていただければと思います。はい、そんな感じで、非常に大切なお知らせをさせていただいたんですが、まあ、この教則本をね皆さんのこうドラムライフの、一つの楽しみとして、ぜひご活用いただけましたら嬉しいなと思います。で、まあ、このフレーズレシピとかね、まあ、フレーズレシピは、まあ、このフレーズがたくさん載ってる本なので、このフレーズレシピに書かれてあるやつをこれで使ってもらってもいいかなと思うし、なんかこのねこれにも一応基礎練習は載ってるんですけど、なんかこれだけではまだまだ基礎がなんかうまいこといけへんな、パラリドルなんか上手にならへんなと思ったら、このスティックコントロールを使っていただいたりとかしてね、なんかこの3つの教則もそれぞれ、違う個性がね全てあるので、こう活用いただければありがたいです。これ併用して、そうですね、出版記念イベントも併用してね、こう使っていただけるように、なんかそんなお話もさせてもらおうかな。全部持ってる人ももしかしたらいるかもしれないんで、これをさらに掘り下げて学びたいときはこれの何ページ使ってくださいとか、これの基礎をもうちょっと鍛えたいときは、これの何ページを使ってくださいっていう説明もね、ぜひさせていただきたいなと思うんで、1月30日出版記念イベントご覧ください。そして本当にね皆さんご予約いただいて、僕の新しい教則本を買っていただいて本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげでもう僕は本当にこう夢だったドラム教則本を出版させていただいて、でこれが、ね、皆さんの元に多く届いたおかげでドラムスティックコントロールの2冊目の教則本が生まれたりとか、今回3作目をね誕生させることができたんですよ。こう皆さんのおかげで本当に僕はもう夢が叶って、このドラム教則本をね、3冊も出版させていただけるようになりました。今後も多分これからもおそらく新しい教則本出ていくんじゃないかなと思うので、もしかしたらそういう話をアルファノートさんからいただけるかもしれないんで、また今後ともみたいなドラムスクール、そして僕の教則本たちもねぜひよろしくお願いします。ということで大切なお知らせでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。